私はドーナツですか。ふわふわもちもち、もち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 、お前はドーナツなのか。ジンクボスイーツセレクトチャンネル、いただきます。今回は3月にオープンして今もまだ行列の絶えないあのドーナツ屋さん、アイムドーナツ。朝一番最初に並んで全種類無事に購入することができました。早速こちら食べていきます。まずは看板商品のプレーン。この商品は別名生ドーナツとも言われてます。ブリオッシュ生地というものを使っていて、リッチでふわふわになってるんですよ。その秘密は通常の生地とは比べ物にならないぐらいのたくさんのバター、そしてお水の代わりに牛乳を使っているということで、とても高貴な味わいがするということです。そしてこの柔らかさ見てください。僕ほとんど力をこれ加えてません。なのに時間が経つごとにどん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 生地に親指が入ってく入ってく。周りにはお砂糖がかかっているんですけど、よく見ると白くないんですよ。これはきび糖っていうものを使っているので白じゃない。きび糖は何かというと、砂糖きびから砂糖を作る際の精製をあまりしすぎないようにした砂糖なんですよ。でめちゃめちゃするとどん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 美しくなっていって白い皆さんがよく見る砂糖になると。でこれを極力しないようにするのがきび糖なんですが、しなさすぎると雑味というか癖が強く残ってしまう。その絶妙ないっちゃんええとこにとどめたのがきび糖です。とてもマイルドな口当たりのお砂糖です。よいしょ。ああ確かに本当に生地がね黄色っぽいです。そしてすごくキメが細かい。名前の由来が分かりました。本当にお前はドーナツなのかっていうような、今まで食べたことない唯一無二の食感。なんて言えばいいんだろう、綿を食べてるようなふわふわ感なのに、しっかりドーナツとしての味わいと風味はある。そりゃ自分にも問うよな、私はドーナツですか。次はこのグレーズドを食べます。こんな感じで穴が開いてるのがまさにドーナツっていうイメージだったんだけど、ここのドーナツは開いてないやつの方が多いみたい。お砂糖がかかってるやつを一般的にグレーズドって言うんだけど、まあ、光沢があるみたいな英語らしいです。どうよ、光沢はあるよね。こうしてみるとめっちゃ光沢あるんですけど、お店で作ってるやつを見ていると浸してる液は真っ白なの。時間が経つとこうやって馴染んで、まあ、光沢っていう感じになる。おお、あ、あ、気持ち白いね。もしかしたら生地も若干違うのかもしれない。なるほど、穴が開いてるからそこにもちゃんとこのお砂糖が染み込んで、お砂糖の量が多く感じれる。そして生地はねちょっと味が違う、こっちの方がシンプルに感じます。こういうお砂糖をまぶしてるタイプのドーナツって他のお店でもいっぱいありますよね。重くなって1個で限界ってなると思うんですよ。これだったら小食の俺でも4つはいける。次、レモン。グレーズドと同じ生地にレモン風味のグレーズをかけて、削りたてのピスタチオとレモンピールをトッピングということで贅沢な感じに仕上がっております。香りがもうねレモン、生地は確かに同じ感じ。思ったよりレモン強い。これは人気出るよ。
インスタとかでもレモンは女性の方が上げてる率が高かったんですよ。そんなにと思ったんですけど、砂糖がかかってるのを忘れるぐらいレモンの酸味のおかげでさっぱりしてます。絶対女性は好き。次、チョコレート。一番最初に食べたアイムドーナツ、別名生ドーナツのチョコレート版、チョコ風味にアレンジしたブリオッシュ生地のドーナツ、チョコレートもトッピング、チョコ好きにはたまらないアイムドーナツです。生ドーナツとしてのふわふわ感はもうそのまま、よいしょ、チョコがコーティングされてるからちょっと割りづらいけど、イエイ、おー、ちゃんと中までチョコレート色です。香りもチョコレート、ふわふわとチョコのパリパリで食感のコントラスト、そしてチョコレートが全然甘ったるくないから、甘すぎるの無理って人も絶対食べる。お前もドーナツなのか本当に。次はこのクリームが入った3種類、カスタード、フランボワーズ、ピスタチオということです。でこのカスタードクリームはお店で炊いてるそうです。そのカスタードクリームに生クリームを加えることで重くなりすぎないさっぱりとしたクリームになってる。見てください、もうこのキイチゴのおかげでちょっとショートケーキみたい、かわいい。でこちらもクリームチーズにイチゴのピューレを混ぜることでイチゴ本来の味わいをしっかりと混ぜ込んだクリームになっております。続いてラスト、ピスタチオ。見るからにね、もう粒がいらっしゃるんですよ。先ほどのレモンにも乗ってたし、ピスタチオに何かしらのこだわりがあるんじゃないかな。一番シンプルなカスタードから。かわいい、うん、うん、ん？生地が違う。アイムドーナツと同じ生地かなと思ったんだけど、アイムドーナツはふわふわもちもち、こいつはもち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 、これはこれでドーナツではない。お前もドーナツだろうか。フランボワーズもいっちゃいます。アイムドーナツ、酸味の使い方うまいぞ。キイチゴの酸味がクリームチーズと本当にしっかり混ざってます。なんだろうな、酸味とクリームチーズじゃなくて、この世にこの状態で生を受けたんじゃないかなっていうぐらいの一体感。さっき中身お見せするの忘れたんですけど、クリームの量がえげつないんですよ。よいしょ、伝わるかな、見えます、このクリームの量。うわ、ただこんだけ入ってても嫌にならない、くどくない、このクリームだけ食べたいぐらい、ヨーグルトみたいな、このまま食べれる味。そしてピスタチオ、このピスタチオのナッツ感が出ているのと、クリーム自体もとってもリッチな味になっているので、ピスタチオが好きだよっていう方はこれは食べないと損しますわ。ピスタチオもクリームたっぷりです、色も綺麗。ラスト、食事系のドーナツということで、その名もプロシュート。グリーンオリーブを包んだ生地にイタリア産の生ハムをトッピングしたということです。これオリーブ入ってるんだ、えー、オリーブが想像以上にぎっしり入ってました。びっくり。生地自体はとてもシンプルな味なので、これにオリーブの旨味とそして生ハムの塩味が加わって、お食事としてもすごく完成度が高いです。これ朝に食べたらもう幸せな日になることは間違いない。はい、ということで今回は行列の絶えない話題のドーナツ屋さん、アイムドーナツ中目黒店の全種類食べてみました。いかがだったでしょうか。
ブリオッシュ生地を使っているのはメインのアイムドーナツ、そしてそちらのチョコレート版のこの2個、それ以外はとてももっちもちの生地だったりとか、また別の特徴がある生地になっていたので、食べ比べてみるのをおすすめします。今回僕が行ったのは東京1号店の中目黒店だったので、全種類といっても8種類だけだったんですが、なんと渋谷店が2号店としてあるらしく、そちらだと80種類のドーナツが売っているそうです。ここもね、また近いうちに食べに行ってみたいなと思います。皆さんもぜひ食べてみて、どのドーナツが一番美味しかったのかコメント欄で教えてください。今回の動画が良かったよと思う方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。このね、皆さんの登録とグッドボタンが僕のモチベーション、そして励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さんご一緒にごちそうさまでした。バイバイ。